あの人超美人じゃね？本当だ、旅行者かな。地元じゃん。外から来たにしては手荷物少ないし。地元にあんな美人いるかよ。お前声かけてこいよ。お前行けよ。お前行けよ。お前こそ声かけてみろよ。思い出した。君、アクアルージュのバイトの子でしょ。なんて言うの？
ト君。私ね、あなたのことっていうか、あなたのその声、そうよ、その声、私大っ、嫌いなのよね。嫌いなの、あなたの声。そうだよね。君には冴えないよね。ごめんごめん。話したことなかったな、そういえば。
学園長さんの一人娘で、小さい頃からすごい箱入りで育てられたって聞いたことあるよ。うん。それ本当？なんでだろう。学園長さんのお許し、よく出たね。そうそう、琴乃ちゃん、すごい動物好きなんだよ。一度、お魚の話したことある。すごい魚のことに詳しかったな。ごちそうさまでした。Thank you.
そこの店員。君じゃない、あっちの子だ。あの子に用があるんだ。コトちゃんがバイトをしたいってわがままを言うから。お父様お怒りのようだよ。何か失敗をするようなことがあればすぐに辞めさせるんだがねって。昨日もうちのパパに漏らしていたらしいよ。何者だ？な、何がよろしくねえだ。気安く名前を呼ぶな、一般庶民が。僕とコトちゃんは君のような庶民とは違うのだからね。コトちゃんにも気安く近づかないでくれたまえ。
その。私、その、生物部だから。そうじゃないけど、私はそのいろいろと。Thank you.
金貸してくれない？知らないんだから。あ、ごめんごめん。でも欲しいの、ダメかな？マー君の嘘つき。ね、パッチーくん。